로를 구름에 하선한다 그래요. 뭐 사회만의 노래요 노예나.
もう一回行こうね。ハロー、どうもロックンロールバンド、うちのオルメン、はい、はい、まあ、最初に言ったんですけどね、久留米、この4人でですね、まあ、まあ、フチロール、去年のね、10月に、一応初めてライブやりまして、ほんで、まあ、ちょっと何回かね、もうちょっとあちこちでやらせてもらっているわけですけどもね、まあ、久留米、今日初です、初登場、ね、ほんで、今日はね、まあ、久留米の、まあ、ドラマのね、まあ、すごい親友のあの穂積君にね、今日あのドラム叩いてもらってね、ほんで、まあ、今日初のフルバージョンで、初の久留米で、こうやってこう最高に活かした、お店のアクターとね、あとお客さんこんなたくさんにね、あの来てもらう前で本当ロックンロールできて本当最高です、よろしく、ありがとう。じゃあね、もうそろそろ春の、訪れもね、もう予感するような季節になってきたんですけどもね、ちょっと最高に生かしたナンバー聴いてください。おい、オーケー、ワン、ツー、スリー、フォI'm not a dying guy.
ありがとう。だからね、まあまあちょっとね、もうやった曲もで、ね、分かる人は分かると思うんですけどもね、僕たちあのもう本当にねキャロルが大好きでね、まあキャロル、まあ皆さんあの知ってると思うんですけれども、もうね40年以上前のね、本当でもなんですかね、日本の、ロックンロールのね、まあ、原点というかね、あのパイオニアっていうか、それを築き上げた、まあ、伝説のね、本当活動期間はね2年半しか、ないんですけれどもね、まあこうやってまだ僕たちもそうですし、まあ全国あちこちね、やっぱキャロル好きな人は本当に多くて、もうこうやってまたキャロルの曲をこうやってね、今最高のメンバーでねこうやってやれてることに本当に感謝します。本当こうやってまた聞いてくれる人もいるっていうことにね、本当に、感謝します。ありがとう。たった2年半の中でもね、ちょっともう本当隠れたっていうかね、あの名曲もたくさんあって、そこでちょっと今ここからねシャイニーがちょっと歌いますので、ありがとう。あのふっちゃんちょっと話長いね。もうねいつもこうなる。まあ今日も久留米に来れて嬉しいです。ありがとう。じゃあ行こうかな。ハリーエンジェルを練習したよ。じゃあふっちゃん行こうか。楽しんでもらって、ほんでですね、ドリンクの方もね、バカバカ飲んでもらったら、明日は月曜ですけれどもね、まあね、こう言っちゃも喜びますので、ね、そしたら乾杯しましょうかね。久留米、ちょっとまあせっかく久留米なんでね、ちょっと聞いてください。お前と俺に乾杯。乾杯。さらばじゃないけどもね。
行こう。したらね、まああとね、本当最後、次もね、アフターチェッカーズ、もう僕たち世代でも本当チェッカーズはね、もう懐かしくてね、もうたまんない存在なんですけどもね、あと最後のね、ゼロ九にも本当、まあ自分もお恥ずかしながらね、最近サンハウスをね、聞くようになってですね、もう今日も実は道中はキャロルじゃなくてサンハウスを聞きながらですね、来るのに向かったんですけどもね、まあでもまあ最後のね、ここ着く5分前ぐらいにキャロルに変えましたけどね、まあでも毎日ね、もう通勤中、通勤帰りももうずっとキャロル聴いてるもんでですね、ですね、まあでもちょっとさっきベース失敗したんですけどもね、まあその今日ちょっとサンハウス聴いたちょっとあれかなと、ちょっと罰かなと思ってるんですけどねまあちょっとまあ時間もね、ちょっともう後半始まってますので、ちょっと行きます。ヘイタクシーをトライ。
ですか。オーケー、オーケー、はい、決まってる。ステップアップもね、あの決まってるもんで、ちょっとアンコール1曲だけやります。1曲だけ。じゃあふっちゃん、あのちょっとメンバー紹介をちょっとやった方がいいんやん。じゃあ、あの僕はあまり今日喋ってないので、ニロカです。ありがとう。僕が、サイドギターと歌のシャイニーです。よろしく。とリードギター、キンキー、ハロー、よろしく。とね、もうみんな知ってるね、ね、もうね、もうね、みんな知ってる、みんなのアイドルね。ベースは、ふっちゃん。じゃあね、今日ドラムはほうちゃん。一発派手にぶちかましてもらおう。